俺の、あの必殺の練習方法をね、伝授しましたよ。1分間やってください。くつくつくんをね、菊池くんをね、1分で上達しますよ。ちょっと今日ふざけてやり始めましたけど、すごくいいと思います。よろしくお願いします。高評価ありがとうございます。1分間ちょっとこれで何奏法でずっとやっといてみましょうか。で、痛なるかな。まだ10秒しか経てない。しんどすごい。レガートとかをずっとやってる方がまだ楽なんじゃないかな。やっぱりきついな。だからレガート力入れてないんですかみたいな感じの質問が今日なんか YouTube の動画に来てたんですけど、やっぱこうやってみると力を入れてないことは全然ないな。20秒ぐらいの時点からめちゃめちゃきつくなってきますね。さまよえる青いドラちゃんがコメントくれてますけど、さまよえる青い弾丸のあのルル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 ルっていうやつってあれ結構長いですよね。あれとかは結構バトルんですよ。あれ何秒ぐらいあるんだろうな。でも15秒ぐらいあったでしょ今。まあ12、3秒は最後チョーキングちょっと長いとしても12、3秒はレガートばっかりやってるんじゃないかな。だからこれなんかは5周もやれば1分になるってことですね。スタイルビーズさんね、初めてコメント、初めてのコメントありがとうございます。先ほどのムーブのイントロさすがですと。ドエーン、1分間練習で言うと1分間ってあんなにも長いんですよ。濃密な練習をすれば、果たしてこうタブ譜をちょっと読んでるとか、パワーコードジャーンって伸ばしてるとか、そんなことやってる時間と、あんだけなんか指動かしまくるのを1分間やってるのと全然違いますよね。1日何時間弾いたらいいですかとかっていう質問にあんまり意味がないのはそういうところで、同じ1時間という時間だって過ごし方によってまあ全然違いますよね。もうだから一生乱奏法やってる1分、一生レガートやってる1分、一生レガスラやってる1分みたいな、一生ムーブのイントロを弾いている5分みたいな、これまた10分も経ってないですからね、ここまでね。そんなのやっとけば1日30分とかで十分なんですよ、練習なんて。もうガチの指動かしまくる練習みたいなのは30分とか1時間とか十分なんじゃないかな、多分。本当に筋トレみたいなもんで、だからゆっくりだったらね、多分ずっとやってられると思うんですよ。みんなで練習しましょうねみたいな。
こはずっとやってられると思うんですけど、やっぱなんかガッと瞬発力で速いみたいなことはまあやってますよね。タックマトルと愛のままにわがままにとスイマーよのカッティングいいですか KP 前に。カッティングの音がねなんかいまいちなんですこのこの設備。クツちゃんあんまり調子が良くないですね今日。スイマーよのカッティングね。スクーンがぎこちなくなります。スクツチャーンがねそれねスクツクーンじゃなくてねスクツチャーって呼んでるんでよろしくお願いします。覚えて帰ってください。これが苦手なんだったらもう1分間やってくださいよもう。もう爪なくなってまうこれ。あ、どうですか、ひとゆうさん。1分間やってくださいよ。そしたら世界が変わるんじゃないかな。俺も弾きやすくなったんじゃないかな今のおかげで。弾きやすくなったんじゃない？ 1 分間やったら上手くなったんじゃないですか。今一瞬にして1分で上手くなりますよ。どんどんやってください、ひとゆうさん。俺 の、 あの必殺の練習方法をね伝授しました。今1分間やってください。つくつくんをね、菊池くんをね1分で上達しますよ。やってみましょう。愛のままにわがままに1曲弾きました。スイマーよ1曲弾きました。この2曲10分間ぐらいかけて2曲弾きました。果たしてこれ何回出てくるんですかこの菊池くんは。せいぜい 5,6 回じゃない。10回は出てこないですよねこれ。2曲ず通しで弾いても1分間で100回弾いたらもう10倍の練習ですよ。あっという間に弾けるようになりますよそんなの。しかもたまに出てきてちょっと失敗気味みたいな菊池くんをいくらちゃんをやってんのと、このずっとこればっかりやって、あ、なんか調整が効いてくるんで、だんだん慣れてくるんで、調整が効いてくるんで、じゃあ上手な菊池くん、スクズちゃんを何回も繰り返しできるわけですよ。だから練習の質めちゃくちゃ上がるでしょうねこれね。今日ふざけてやり始めましたけど、1分間練習はすごくいいと思います。乱奏法1分やって、レガート1分やって。スクズちゃん1分やってみたいな。3分しかかからないですよここまで。めちゃくちゃ上手くなると思うけどな、この3つ3分間やるだけで。